さあ始まりますよ、ムーンさんやで。はい、今日はですね、1983年7月のファミコン発売日に同時発売されたドンキーコーング、90秒以内に一周クリアに挑戦してみたいと思います。それでは行ってみましょう。この1981年というのはですね、最初にアーケード版、ゲーセンのゲームとして発売された年ですよ。アーケード版はですね、ゲームが始まった時にお姉さんを、腕に抱えたドンキーコングが長い鉄橋で一番上に登って、ドン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 ってジャンプして平行に並んだ鉄骨が斜めになるっていう演出があるんですよね。ファミコン版ではカットされてます。そこまでやってほしかったな。ファミコンのスペック的にはいけるはずなんやけど、ファミコンと同時発売やったし値段を抑えたかったのかな。それとも家庭親から時間短縮。はい、さあ2面です。アーケード版ではこれは3面なんですよ。ファミコン版はアーケード版の2面がカットされてるんですよね。そこはちょっとファミコン版の物足りないとこですわ。なんでカットしたのかな。あ、やばい、ちょっと遅かった。あ、いけた。よし、あ、危ない危ない。あ、いけた。はい、3面、これで最終ステージです。左のピンクのやつってハンドバッグ。ブーさんずっとピンクの電話と思ってたんやけど、どっちなんやろ。でも電話っぽいよな。でもなんかバックのような気がしてきたな。このピンクのパラソルもなんであるのか意味不明。宙に打てるハンマーをですね、これ使って火の玉くんをどっちでやっつけられるんですよ。初代ドンキーコングを知らないちびっ子たちのために、最後のおまけ動画でちょっとお見せしますね。よっしゃ、クリア。では何秒？よっしゃ、ギリギリ間に合った。90秒以内に1周クリアに挑戦、大成功です。よっしゃ。これ左にあるオイルが入ったドラム缶やと思うんやけど、ちょっとしたバグがあるんですよ。そのまま左で歩いていけるんやけど、ここでジャンプすると死んでしまうというね。本当はここに火がついてから当たると死ぬという設定なんやろうけどね。最初から見えない火がついてるんでしょうね。そしてこれは唯一の武器、メガトンハンマーですね。こうやって火の玉くんを出ってきます。こうやってね。はい、ちなみに1983年7月15日、ファミコン発売と同時に発売されたソフトは、このドンキーコングの他に、ドンキーコングジュニアとポパイがありました。ドンキーコングとドンジュニは同時発売だったんですね。そう、ブーさんの周りではドンジュニって言ってました。ファミコン版発売の前年にはゲーム&ウォッチのドンキーコングも発売されたんですよ。DS みたいな二つ折りのマルチスクリーンやったんですけどね。確かこれ持ってたな。もしかしたらマルチスクリーンのゲーム&ウォッチがなかったら今の DS の形は違ってたかもしれませんよ。左右横開きのマリオブラザーズもあったんですよ。懐かしいな。はい、今日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録して次の動画を待っていてくださいな。ほなさいなら。ほなさいなら。ほなさいなら。